二階の戸締まりは済んだ。なんだ、まだそんなことしてるのか。立つ鳥は後を濁さずってね。私は東京にいたからこの家とはあまり縁がなかったけど、母さんはやっぱり寂しいかもしれないわね。お父さんと一番長くこの家に一緒にいたんだもの。ごめんなさい、もうそういうこと言わないって決めたのに。母さんはお父さんと一緒にこれからも暮らすんだもんね。寂しくないわよね。お母さんのお祝いちゃんと抱いてってね。お父さんのトラック遅いわね。春樹はもう行きなさい。春樹のトラックはもう出たんだ。向こうで受け取らなきゃならないんだから。下宿のおばさんがちゃんとしといてくれるって。私はお父さんの方をやらないと。父さんはもういいって言っただろう。春樹はもう自分のことだけ考えてりゃいいんだ。父さんも自分のことは自分でできるんだから。遠慮しないでよ。これからだって月に一度や二度はお父さんの様子見に行くからね。一人暮らしの父親の娘としては当たり前でしょ。ごめんください。あ、やっと運送屋さん来たわ。はい。はい。あ、百瀬さん、母の葬儀の時はわざわざいらしていただいてありがとうございました。どうしたの。よく来てくれたねって言いたいが、あいにく今日引っ越してね。だからお手伝いに行ったんです。いいよ、手伝ってもらうほどの荷物なんてありゃしね。一人暮らしには身軽が一番だからね。やっぱり私も高倉さんのそばに置いてもらいたくて。会社に事業を出してきたんです。よろしくお願いします。何度かお話した通り、私には宮塚へ向いていないんです。会社の研究方針に束縛されて、与えられた中で仕事を支えたんじゃ、自分の好きなことなんて何もできやしません。私は今でも高倉さんが手掛けてこられたセラミックの研究が頭から離れなくて、高倉さんのそばでもう一度挑戦してみたいんです。もうこれ以上無駄な時間は過ごしたくないんです。あの会社なら君の才能が生かされると思ったんだがね。生活も安定するし、私のところに来たってあの山の中ではろくな暮らしはできやしない。暮らしの心配をしないで研究に打ち込みたいから、そういう生活を選んだんだ。君を食べさせることもできないかもしれない。君のことで責任を感じるのは正直言って私には重荷なんだよ。私だって自分で食べていくくらいのことはできます。金のクズを集めて金の延べ棒にする技術、私も覚えました。高倉さんにご迷惑はかけませんから。私はあの戦争を高倉さんと生き延びたんです。今さら自分を殺してまで生きていくようなことはしたくありません。高倉さんだってそうおっしゃっていたじゃありませんか。じゃあ百瀬さんは父と一緒に。春樹さんがついておいでになるなら遠慮したかもしれませんが、春樹さんは京都で下宿なさるって伺ったんで思い切って。よかった、そうしていただけたら私もどんなに安心か。父だって本当は嬉しいんです。百瀬さんを誰よりも信頼してたんですから。いや、そういうことを勝手に決めないでもらいたいね。雄太君、ついてきてくれても私は君に何もできないかもしれない。それでもいいのかね。はい。おお、今度こそ引っ越しのトラックだ。龍太君、研究所の荷物運ぶの手伝ってくれたまえ。はい。お父さん。龍太君が来たんじゃ春樹はトラックには乗れないね。うん、百瀬さんがいるなら私はもう心配しない。ここでお父さんをお見送りして別れるわ。一人暮らしは慣れるまで大変だ。寂しくなったら父さんのところへ来ればいい。大丈夫、私母さんに言われたんだもの。自信を持って生きていきなさいって。私の目標はね、人に夢や希望を与えるシナリオを書くことなの。母さんのためにも私のためにも。春樹はもう自分で自分のことに責任の取れる年だ。父さん、春樹を信じてる。ありがとう、父さん。体だけは気をつけなさい。わ
父さんも。野菜ちゃんと食べなきゃダメよ。ごめんくださいなんて言わはるよってどなたんかと思うやおへんか。ただ今って声だけかけてくれはったよろしんどす。いちいち出てきいしまへんよってそのまま通ってくれはったよろしんどす。まあ帰らあるたんびに呼び出されてたらたまりまへんわ。お互い煩わしないように。あ、荷物は運送屋に運ばせておきましたけど、あとは何にも触ってしまへんよってな。いろいろお世話をおかけいたしました。自炊がご希望いうことなんやけど、お勝手つかはんの朝の6時から夜8時までということに決めさせていただきました。まあ今まで学生さんが多したさかいお食事付きどしたんやけど、なんや勝手ちごって。あ、お風呂のことまだどしたら、お風呂は1日おきに立てさせてもろてます。その日は夜10時までに入っていただかんと。はい。うっちゃ狭い家どすけど、あて一人どしやろ。用心のためにも誰ぞお預かりした方がええ言われて。下宿人はあんさんお一人だけどす、まあ、つい親しなりすぎてお互い煩わしいことにもなりかねしまへん。まあ長続きするためにはお互い干渉せへんのが一番です。あんさんもどうぞそのおつもりで。はい。こういうことは最初にはっきりさせときまへんとな。はい。けどお母さんがのうならはって、お父さんとお二人だけにおなりやしたいうのに、お父さんとも別れ別れにお暮らしになるやなんて、お互いにお寂しいことすなあ。ほなどうぞごゆっくりなさっとくれやす。には生まれて初めて見知らぬ土地で見知らぬ人たちの中での一人暮らしでした。それももう自分の家はなく、母の待つ家も帰るところもないのです。ここ入ったらね、左側の方に。この部屋はちょっと手を入れれば立派な研究室になりますね。十分炉も築けるし、畑も作りましょう。我々が食べる野菜くらい間に合いますよ。裕太君、私も気に入りました。明日にでも私の荷物も運ばせていただきます。会社辞めたら寮出なきゃならないんです。私だって他に行くところはないんですから。私のところなんかにいたら嫁さんが来なくなるぞ。研究がうまくいったらいくらだって来てまいります。もう少し片付けたら飯にしよう。はい。あ、誰か登ってきますよ。まさかこんな時間に。高倉さん。は？トヨタの女将だよ。え？どうしてトヨタの女将が？あ、やっと見つけた。どうしても、まあ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 、どうぞ。はい、ありがとう。まあ、まあ、いろりなんかあって、なかなかいいお家じゃありませんか。びっくりさせないでもらいたいね、急にこんなところに。タヌキがキツネでも化けてるのかと思ったよ。どうせ私はタヌキですよ。でも私、本当にキツネにつままれたみたいでした。
奥様が亡くなったってお手紙いただいたんで、取るもののとりあえずやってきたら今日引っ越したって言うでしょ。もう慌てて隣の人に引っ越し先を伺って。それは運が悪かったな。運が悪かったなじゃないですよ。今頃になって奥様亡くなったことを知らせてくださるなんて、もう四十九日も済んだって言うでしょ。どうしてもうちょっと早く。いろいろ取り込んでてね、やっと手紙をかけたんだよ。知らせないわけにもいかないしさ。まさかこんなところまで来てくれるなんて思わないじゃないか。奥様とは親しくさせていただいてたんですから、お手紙は頂戴したり差し上げたり、お線香ぐらい差し上げたいではございませんか。でもここよく分かってよかったですね。もうあっちこっちで聞きまくって、日が暮れるんじゃないかと気が気じゃありませんでしたよ。でもまあ百瀬さんもいてくださるなんてね、安心しました。春樹さんともお話ししたかったんですけどね、あのね、うちに春樹さんが就職なさった映画会社の方も見えるんですよ。まあ東京と京都じゃちょっと違うかもしれませんけど、何かのお役に立てるんじゃないかと思って、そのこともお話ししたかったんです。ああ、そういうことならよろしく頼むよ。母親が亡くなったら春樹も心細いだろう。父親なんて何の力にもなってやりやしない。いざという時は女同士、お上に相談相手になってやってもらえたら。私にできることでしたら何でもさせていただきます。高倉さんとは古いお付き合いで、随分とお世話にもなったんですから。あ、奥様のお参りさせていただきます。どうぞ。春樹は撮影所へ出勤しました。寂しいなどと言ってる暇はなく、仕事のあることが今は春樹の救いにもなっていたのでした。これなら僕から考えたらいいよ。だけどおはようございます。はじめまして、高倉春樹です。おお、あんたは今度入社したいう女のライターさんかいな。女が珍しい言うて鳴り物入りで入ったのに、母親が病気や言うて何ヶ月も休んでこの仕事はな、締め切りがあるよって。親の死に目にもあれへん言うのがそれほど厳しいもんなや。女はよって甘えて多めに見てもらえるんやろ。ええー、ご身分や。女にはかなわんなけど、どこででも女や言うて甘やかしてもらえる思うたら大間違いやで。これちょっとお茶入れてもらおうか。は、女やったらそれぐらい気ぃ使うな。英語なんて書かれへんで。はい。これからの仕事に期待と希望を膨らませての出社でした。春樹にはこの世界で精一杯生きていくより他ないのです。でもどうやら春樹には想像もつかない世界が春樹を待っているようでした。